三つのピアノ曲 D946 はフランツ・シューベルトが亡くなる半年前の1828年5月に作曲したピアノ独奏曲。音源や出版物によっては三つの商品や三つの即興曲と表記される場合もある。この曲集はシューベルトの死後長らく忘れ去られていたが、後にブラームスがその価値を認め匿名で編集した上で、 三つのピアノ曲と特徴のない題名をつけ、作曲者の死後40年が経過した1868年に出版している。そしてこの曲集は、シューベルトが1827年に作曲した二つある四つの即興曲に続く三つ目の曲集として作曲されたと考えられているが、第一から二曲と第三曲は別の紙で書かれており、 これらの作品が実際に一つの曲集として作曲されたものなのか、ブラームスの手によってまとめられたものかは定かではない。ほぼ複合三部形式、ロンド形式であるが、作曲者本人は上調と考えて割愛しようとしている箇所も、ブラームスは忠実に出版している。このため、シューベルトのレントラーや、ワリッツなどの他の作品と同様に接続曲風の 商品として演奏者によって解釈が分かれている。最もこうした背景があるため親しみやすい作品として国内では比較的紹介される機会が多い。バルター・ギーゼ・キングの1956年の演奏による。ギーゼ・キングはこの年に死去。演奏時間は全曲通して約30分程度。アレグロアッサイ4分の2拍子3部形式。 表紙は4分の2拍子だが、冒頭は情熱的なタランテラの主題であるため、8分の6拍子とも解釈できる。反復の際に単調にならないように、同主張に転じており、アンダンテの中間部には2分の2拍子による、路町長調の音階が華やかな部分を取り入れている。また、第1曲はもともと論ド形式で書かれており、当初は変異町長調の超三度化性による、 英端的なエピソードが挿入されていたが、後に作曲者自身の手によってこの部分は削除された。アレグレット、8分の6秒子、ロンド形式。作曲者自身の過激、フィエーラ・ブラスから引用されたロンド主題は、叙情的で、落ち着いたもの。そして挟まれる2つのエピソードは、破単調の激しい部分と2分の2秒子による、変異単調の成長な部分。アレグロ。 4分の2拍子、3部形式。シンコペーションを取り入れた素朴で活発な主題と2分の3拍子による変異町長の中間部からなる。ありがとうございます。